皆さんこんにちは、 P さんだよ。皆さんこんにちは、タマトナフルだよ。朝から酔っ払ってますけどね。ねえ、張り切ってまいりましょう。いや、久々の収録ですよ。そうだね。あの先週は、うんうん、ゴールデンウィークの兼ね合いで、まあ、2本撮りしたじゃないですか。そうでした。2本ずつ撮り、うん、はい。なんか一周飛んでんだよね、我々的には。そうなんですよね。久しぶりに喋っております。記憶が飛んでる感じですよね。記憶が飛んでるね。まずはやっぱ僕らのゴールデンウィークの過ごし方ですよね。ですです。そこからですけどね。そこから。まあ、ラジオでも事前に話しましたが、うん、バーベキューしましたね、久々に。したね。よかった。ね、うん、楽しかった。やっぱり久しぶりいいバーやってみんなでワイワイガヤガヤ。久々にね、せっかくバーベキューするのに、うん、めちゃくちゃ雨だったんだよね。雨だった。すごい雨だったね。外はね、うん、ひどい雨だったけど。まあまあいいですよ。夕方には晴れたけどね。なんとなく晴れたね。そうそう。うん、で今回は炭火焼き、はいはい、しました。もうちょっとそこにこだわりたかったので。うんうん。うん、なんかガシャ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 組み立ててやってたよね。でもやっぱ炭火だと余分な油が飛んで美味しいね。あ、下に落ちてね。柔らかかったし、特にあのタン美味しかった、うん、一番最初に食べたタン、一番最初のタン美味しかったね。うちの子が食べる食べるね、もうなんか焼いた瞬間になくなるからめちゃくちゃ食ってたよね。昔は子供たちね、うん、ウインナーとベーコンしか食ってなかったじゃん。あ、そう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 、そうだったね。今回肉も食べれてちょっと成長感じられたかなと、うん、ありがとうございます。まあ美味しいのお肉持ってきてくれたしね、 P さんは。そう、全国からね、今回近江牛田島牛をお取り寄せしてまして、でも最終的に余ったじゃん。あれ食べた？食べた。美味しかったでしょ。あの日のだから次、え、その日の夜、次の日、あ、違うな、次の日の夜か、はいはい、うん、いただきましたよ。あの上カルビで、うん、カルビ丼した？カルビ丼普通に焼いた、うん、焼いた。焼いてなくサンチみたいな。あの肉そのものだと、はいはいはい、結構げっつりくるから、うん、もうなんかサンチュみたいなので巻いて、野菜に巻いて、そうそうそう、でなんかちょっとな味噌みたいなの辛い、ちょっとあれな、あるね、めっちゃ美味しかったよ。めっちゃ美味しいよね、あれ。とろけるのよ、ジューシーなのよ。めちゃくちゃいい肉なんですよ。大量に買ってきてくれたもんね。大量に買ってきたけど、意外にいい肉って食べれないもんで。そうだね。なんだかね、あの、うん、一枚のパンチ力がすごいじゃん。油がねやっぱ美味しいから、 それが溜まっちゃう。そうなのよ。あとマユのパスタ、うん、まあ、パスタじゃないけど焼きそばね。焼きそばね、うん、が美味しいよね。え、うちの奥さん今回焼きそば作った？作ったね。食べたね。食べた俺。食べてたね。記憶がないんですよ。記憶にないね。まず僕らシャンパンから行ってさ、シャンパン行った。その次ビール行って、うん、その次日本酒だっけ、焼酎か。あれはね、焼酎だね。魔王、魔王、魔王行ってからのまたビールにリターンしてましたからね、うん、何のことか分からなくなったもん途中で。いつから記憶がないか分かんないな。多分かなり前半だね。前半。あ、だって焼きそば知らないよ僕。でも結構前半だよ。前半ですか。すごい早くマユが焼きそば作り始めるの、うん、あ、そうなの、うん、まだ肉も食べてないのに。そう、まだタン食べ終わったぐらいの時に焼きそば作り始めて、ちょっと早いね。早っと思って締めでいかないんだ焼きそば。そう、あ、でもその時点で覚えてないから早かったね。あ、でも美味しかった。だからすきっぱらだったじゃない。すきっぱらだったね。2時からスタートしたじゃん。あの火を入れたのが2時で2時、実際食べたの、まあ、3時ぐらいじゃん。3時ぐらいだね、あの、うん、ちゃんとした火がつくのが、ね、で食べる前にもいきなりシャンパンでもうみんなわーみたいな。そうだね、わーだった、わーだった。シャンパン魔王でわーわーだった。美味しかったけどね。美味しかったね。今回はね、トレゾールっていうね、ほう、あの金色のボトルの、はい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 、はい、そんなだったね。めちゃくちゃ香り良かったんだけどね。美味しかったね。僕は心残りだったのは、うん、やっぱりマシュマロが食べれなかったことですね、うん、マシュマロ食べなかったの？僕だけ食べれてないですね。なんか焼いたマシュマロを一口私も頬張ったのだけは記憶しておりますよ、うん、でめちゃくちゃ感動してたじゃん、うん、甘い、こんなに美味しいんだみたいな、うん、初めて食べたもん。って言ってた。言ってた。言ってた。言ってました。すごい感動してて、肉食ってる時よりも感動してた。まあまあ初めての食感だから。なんで P さん食べてないの？僕
あの食べようと思ったらみんな食べられてたんですよ子供たちが。あ、なるほどね。多分美味しくてみんな食べちゃったんだろうね。回ってこなかったんだ。一応写真だけは撮ったの、その子供たちが焼いてる写真だけ写真だけ撮って、それを見て楽しむみたいなあ、そう、はあ、あんなたくさんマシュマロあったのに一つも口に入んなかったそうそうそうあっという間になくなっても、多分ノツくんとかも食べてたんだろうね。あ、ノッツね、うん、ノッツっていうのがね、またこの甘いの大好き、大好きです、ね、うん、お肉大好き、糖尿病まっしぐらのねリアルいなリアルいからね。ちょっとあの横だってね、横から見た姿とね、うん、正面から見た姿が分かんないのよ。縦横が一緒なのよ、うん、あ、もう正方形なんだそう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 ちょっと今度ドローンで撮ってもらった上からどんなに正方形なのか、まんまるだと、正方形かまんまるかだと思うなるほどね。いや、ということでね、まあ、円柱っていうことでね、はいはい、うんうん、次はメッセージの方ね、メッセージいきましょう、そろそろ行きたいなと、うん、相当僕らあれですよ、6分ぐらい無駄話終わってますからね6分も喋ってんの、はい、行きましょう行きましょう、今回ねメッセージありがとうございます、うん、ありがとうございます。まずイクさんから読ませていただきます、はい、P さん、田本さん、こんにちは。こんにちは。トーク中心のラジオ、プライベート時間のお話などたっぷり聞けたり面白かったです。仲良しなお二人ですが、アルコールやショッピング対照的だなと思いました。確かに、うん、田本さんかなりビール好きなんですね。大好き。Pさんのお部屋はおしゃれなイメージはあったのですが、間接照明だけのムーディーなお部屋には驚きでした。他にもいつものラジオだけでは見えないお二人の多彩な新たな一面とか知れてよかったし楽しかったです。確かに田本さんはビールが好きで、はいはい、毎日飲んでますからね。毎日エブリデイ。ただね、普段飲むやつがビールっていうとねちょっと語弊がありまして、はい、あの第3のビール、アルコール 3% のアルコール 3% 優しいビールですね、うん、糖質フリー、はい、プリン体カット、はい、カロリーもカットとなっております。普段飲んでるのがそれだから、うん、久々にそのバーベキューで結構濃いやつ飲んだじゃないですか。そう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 、それで記憶をなくしちゃったと。おそらくね、はい、普段の調子で飲むじゃない、やっぱり普段の調子以上に飲んでたね早かったから僕らカパ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 飲むからね、うん、けどやっぱね、けど久しぶりにその本物のビールを飲むと、はい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 、コクがあったりですね。あ、全然違うね。美味しいんですよ。だって開く前に次のビール持ってきてたからね、うん、1本開く前に2本持ってきてたからカパカパいきますからね。いっちゃったね。けど本当に覚えてないからな。あの瓶のビールってなんで美味しいんだろうね、あんなにね。あ、美味しい。缶のやつもいいけど瓶のやつってやっぱなんか口触りがいいのかな。そうそう、香りも違うし、なんか唇がプッと当たった時がいいじゃないですか、瓶、うん、まあ口ずキスみたいな接吻ですね。接吻だね、はい、ビールービーと接吻、そういうことなんですよだから体もやっぱ感じるものが違うと。違う、フィーリングが違うと。うん、全然違う、うん、本当に心に響く、心に響くと言ったら、うん、魂だユーフィーさんの曲ねえ、ここで一曲流したいなと。流そう流そうこのままだと流せない。そうですね、じゃあね、今までのねこの8分間の無駄な話を水に流したいと思いますので、ビールに流しましょうかね。お願いします、はい、では聞いてください。魂だユーフィーで涙リレー。迷惑かけてばっかで何も返せない気がして、僕はあなたを見失いそうで、考え深くなって頭抱えて前見えなくて、与えられるものは自分自身、過去や今や未来を見ても、僕はあなたの力が欲しくて、酸いも甘いも知るからこそ昨日よりもあなたに届けたい、強く生きて笑うことを。時にこのまま消えてなくなれば、あなたの思い次に渡せない、涙こぼしても
僕はあなたへつなぐバトン。やるだけやった分だけ全部返ってくることなんてない。僕もあなたも何を求めているんだろう。でも意味なんてなくたっていい。自分が必要とされるだけで、その全てが未来へと続いてる。あなたも僕もいない世界で生まれるまた一つ微かな光。涙涙涙で繋ぐこのバトン。あなたが僕へ、そしてまたあなたの元へ。ちっぽけな優しさでも集めて、その愛のかけら僕が届けよう。一人じゃないから、僕らいつもそばにいる。逃げたくなったらため息ついて、世界に溢れてる。隠さなくていい。たまには泣いて、その涙が僕らを優しく包む。知るからこそ昨日よりもあなたが笑うこと。涙涙涙でつなぐこのバトン。あなたが僕へ、そしてまたあなたの元へ。ちっぽけな優しさでも、その愛のかけら僕が届けよう。一人じゃないから、僕はあなたへつなぐバトン。ラララ笑って泣いて、笑って泣いて、笑って泣いて、笑って泣いて。はい、魂だユーフィーで涙リレーでした。僕らのね、無駄な話、この涙で流れたんじゃないかなと思います。完全に流れました。もうこのままね、うん、曲だけ流していきたい。いやでも、なになに、僕らのこういう雑談を楽しみにしてくれてる人たちもいるわけですよ。いるんですか、そんな変態たちがいるんですか。はい、だってコメントくれてますもん。コメント戻りましょう。じゃあ田本さん、マリちゃんお願いします。はい、P さん、田本さん、こんにちは。こんにちは。アウトレット行ったら一日中入れますよね。うん、入れますね。アウトレット大好きです。もう一刻も早く帰りたいです。全然違うね。P さんに服選んでほしいですな。選びますよ。1名様か、当たらないだろうな。3サイズわらわら。 P さん、田本さんはおそろコーデみたいな死体派ですか。私はあまり乗り気じゃないのです。これなんかおそろコードで思い出したんですけど、はいはいはい、すっごい昔に、うん、同じスーツを買った、お、作った、ね、オリジナルで作ったね。めっちゃ短ラみたいなやつ。そうそう、ボタンの色とかめちゃくちゃ変えてさ、変えた変えた、やったね、丈とか短くして、短ラみたいな、短ラだったね。まあいいや、とりあえず戻りましょう。あのスーツね、はい、懐かしいですね。懐かしいですね、うん、はい。お紅茶にクッキー良きですね、うん、一緒に食べたいです。絶対楽しそうです。
タモさん、ビール飲んでも良いですが飲みすぎには注意ですよ。うん、次回は休みなのでゆっくりアーカイブ聞けます。お、P さん優しそうなイメージですよね。うん、締め切り昨日とやばくないですか。 P さんの素敵な声にそれに優しいとか最高ですなと。もうこれ完全に好きじゃないですか。好きだね。あとね、 P ラブ、 P ラブですけど、うん、あのお紅茶にクッキーといえば、はいはいはい、先日のバーベキュー、おで TWG の高級紅茶、うん、あれやばかったね。初めてこう、ね、飲んだでしょ。飲んだ。どうだった。あれはね、もう紅茶っていうかさ、はい、あのいわゆるゴゴッティストレートとかああいうのが紅茶だと僕は思ってたから、あのいわゆるリプトンとか、うんうんうん、もう違うもんない。でしょ、違うもの。紅茶という概念が壊れるじゃないけど、うん、新しい紅茶というか、新しかったね。なんて言うんだろうね、消化したでしょ、うん、びっくりした。まるでその紅茶の時間っていう時間を作りたくなったでしょ、わ、うん、かる。あ、なんか同じ名前じゃダメだと思う、紅茶っていう。じゃあ何茶にします。ね、金茶、金、金、ゴールド茶。あ、ゴールド茶、ゴールド茶、ダイヤモンドティー。あー、いいね、ダイヤモンドティーいいね、うん、ダイヤモンドティーっていうイメージ。うん、普通の紅茶は何、ブロンズティー的な。ブロンズティーだね。あー、なるほどね、うん、ダイヤモンドティーだね。もう香りがタモちゃんでもね気づくぐらいだから。あんなに酔っ払っててよ。そうそう、酔っ払ってたよだいぶ。でもまだ覚えてるもん。眉もね、美味しいって言ってたもんね。いや、美味しかったと思う。他行動のすべてを忘れてるけど、あの、うん、匂いは覚えてるもん。まあ、香りがやっぱりなんかいろんなね、お花とか草とかがいっぱいスパイスが入ってて、そう、フルーツなのか何なのかね、あれ全部あの手作業なんだって。すごいね、うん、袋もあれ全部手作業でこう縫ってあるし、すごいね。そう、なんか深いんだよね。そうそう、縦横斜め、縦横斜め、なんかね、縦横斜め、縦横無尽なわけですよ。なるほどね、うん、なのでね、田本さんも帰宅したら、はいはい、ビールの時間じゃなくてダイヤモンドティーの時間も作ってもいいんじゃないでしょうかね。まあね、たまにはね、休館日を作って。そうだね、けどな、やっぱりな、ちょっとだけブランデーは入れたいな、うん、ブランデー入れるの、紅茶に。おしゃれだね。おしゃれでしょ。それもありかもしれない。とにかくアルコールなんです。アルコールですね。アルコールが入ってたら何でもいいっす。はい、あのマリちゃんがね、飲みすぎには注意ですよ。ありがとうございます。してますんでね、気をつけましょうね。はい、次はマシモさんから来てます。はい、P さん、田本さん、こんにちは。こんにちは。ラジオ収録がノープランとおっしゃっていましたが、いろいろとお話が聞けて楽しかったです。まあ、前回が相当トークばっかりだったからね。でした、でした、うん、もうそれこそ何喋ったか覚えてないもん。覚えてない、これこそ覚えてない。田本さんのビール好きが伝わってきました。あ、それは伝わってるわけですね。P さんの洋服を見て回るのが好きということですが、 P さんの自分の服を買うのもいろいろとお店を見たりしますか。見ません。自分の服はあんまりね、こだわらないんですよね。なるほど、なるほど。適当です。そう、パッと買う感じですね、もう適当に。リスナーさんへの洋服プレゼント企画は当選した方は羨ましいな。大仙鶏の話題が出てきて食べたくなりました。東京でも食べる店探して食べに行きたいです。また来週も楽しみにしています。マシモさん、はいはいはい、東京でもね、うん、スミレありますよね。あるの確か。え、ちょっとすごいね、スミレってやばいね。あ、めっちゃ美味しいもんね、スミレ。ね、スミレっていうのは皆さんね、知らない人もいるかもしれませんけど、大仙鶏が、株式会社ね、大仙鶏かな、がやっている焼き鳥屋なんですけど、ね、ここの大仙鶏の焼き鳥、そして唐揚げですよね。唐揚げがめちゃくちゃうまい。僕らやっぱ唐揚げじゃない、唐揚げおすすめするなら。とにかく唐揚げ。あ、渋谷にある、ね、でしょ。新宿にもある。東京のね、高田のババにもある。そう、東京スペーススミレで検索していただくと何店舗が出ますので。出ますね。よかったらここでね、大仙鶏楽しんでみてはどうでしょうか。美味しいからね。行きたい。初見でさ、うん、大仙鶏の唐揚げ食ったら感動するよね。感動する。まず何が違うかって言ったら、柔らかさ。柔らかさ、うん、はい。あとはね、色。色、色、色も楽しむと、うん、はい。なんかさ、普通の唐揚げって茶色なイメージだけど、うん、白っぽいじゃない。あ、そうだ、ね、白ピンク的なやつ、桜色っていうか、うん、なんかね、あ、美味しいのよ。あとね、脂肪分が少ない。あ、脂肪脂肪してないのにめっちゃ柔らかいじゃん。あ、確かに確かに。で、冷めてもうまいの、これ。うまいね。うまい。香りもいいし、ほら、食べたくなってきた。俺腹減った。
腹減ったね。行こう今ね。今行こ う, そうもういいよ。今お店が終わってすぐ来てもらってるんですけど、うん、あのお店って、ね、夕方撮ってるからね。そうそう、今7時半一番腹が減った。ちょうどね仕事が終わって一番お腹減ってて、うん、でこれにね唐揚げビール、いやもう最高。そうなのよ永遠に食べてられるし飲んでられるよねビール大をね、うん、むさぼりたい、むさぼりたい。ということでマシモさん、ぜひね関東圏、スミレ行ってみてください。いやー罪深いな。罪深い、罪深いだ。リスナーさん罪深いですね。罪深いっす。ということで最後ユーミーさんお願いします。はい、ピーさん、直弘さん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークでラジオ2週間分まとめて収録されていたんですね。はい、実は先週火曜日に、うん、頭の中は月曜日のつもりでいて、ん？今日火曜日？ってなって、うん、はっと気づいて、はい、慌てて送ってました。うん、ゴールデンウィークだけど土曜日はラジオあるだろうから収録されるんだろうな、うん、お休みなくてお仕事しておられるのかなと思いながら。なんか優しいね。優しいですよ。うん、ちゃんとお休みされてたんですよねと、うん、よかったです。バーベキューも一緒に楽しめてよかったですね。はい、ユミ先生の TikTok チラッと覗いてみました。はいはいはい、がっつり覗いてください。楽しそうなのがいっぱいですね。また再生してみようと思います。人気がある人ほどいろんな人が見てくれるから、いろんな気持ちで見る人がいて、コメントもいいものだけではないってこと、うんうん、自分がいいと思う人のことを悪く言うのを見ると辛くなりそうだけど、そうなんだなって、うん、どんどん強くなりますしね。楽しく頑張ってくださいね。直弘さん、 I love you って曲があるんですね。楽しい明るい I love you、 とても良かったです。ありがとうございます。優しい。優しいね。ちゃんとなんか考えてくれてるね。いや素晴らしいです。たもっちゃんの心の傷を癒してくれました、ね、あーよかったです。誹謗中傷だらけだからね。そんなに誹謗中傷だらけなんだ。すごいすごい。誹謗中傷に次ぐ誹謗中傷で、もはや誹謗中傷が来ないと寂しく思います。だっていいコメントもたくさんあるはずなのに、そう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 、なんか嫌なコメントの方が目立っちゃうみたいな、そういうシーンでしょ。まあね、ぐさっとくるところはあるから、ね、10人いたら多分1人ぐらい批判しても、まあ、普通じゃん、うん、普通普通。でもそれが目立っちゃうんだ。目立ってきますね。はあ、面白いね。面白いのよ。うん、でもそれがないとね、うん、寂しい自分がいる。まあなんかよく言うじゃん、アンチもファンみたいな。そう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 、そういうとこあるよね。ある、うん、でアンチの人たちがね、うん、なんかもう諦めて、うん、イライラしながら見てる間に、うん、気がついたら好きになってましたってよくあるんですよ。あー、一番いいパターンだねいやでもね、これね、恋人でもあるんじゃないですか。ほう、最初こう出会った時にあんまり印象良くないなっていうところから、要はマイナスからのスタートって、うんうん、ちょっとしたことでプラスになるじゃない。いやなる。その時にキュンみたいな。あーいいですね。はい、少女漫画でよくある。そういうことなんですよ。そういうのがいいね。ね、なんか憧れる。そういうテクニックありません？テクニックありますね。皆さんどうですかこういうテクニック使って最初はねマイナスイメージから入ってからの、はいはいはい、なるほどね、うん、ちょっとね飴玉でもあげたらね、めちゃくちゃいい印象になるわけなんで飴玉って大阪のおばちゃんじゃないですか、うん、そういうことですね、手口がいやいいね、いいですね。さあさあさあということでね、うん、最後にね一曲流していきましょうか。いきましょう。久々この曲流しましょう。聴いてください、田本直弘でロッカー。いやい、そこに僕がいる。生まれて一度も使われたことのないなんてことが信じれる。生まれて10年開けたり閉めたりましてや何にも入れてない。ロッカー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 、使われたことはないけれど。ロッカー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 、いろんな経験してきてる。
したのは衝撃的だった。返り血を浴びた僕の扉には結婚散々ついてたが、しっかり見ていた犯人の顔をこの目に焼き付けた。ロカ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 、使われたことはないけれど、ロカ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 、いろんな経験してきてる。ロカ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 、使われたことはないけれど、ロカ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 、不思議な体験してきてる。鉄ぽく刑事が捜査に来ていて、何やら証拠を探してる。中に紙を入れてくれたら電車で犯人書いてある。結構吹いてる場合じゃないだろ、早く入れてこい、なんでもいい、手柄をお前にやろうというのに思いはなかなか届かない。ロカ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 、使われたことはないけれど、ロカ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 、いろんな経験してきてる。ロカね、田本直弘のロッカー流しましたけどね、激アツです。皆さんね、もしよかったらライブの時にね、このロッカーロッカーの時に合唱してもらえたら、うん、やってほしい、嬉しいなと思います、うん、僕はマイクを皆さんに向けますんでね。あー、そういうのやりたい派だよね。やりたい派だよね、うん、その時にねシーンってすると寂しいから、ね、寂しいからね。ぜひね、皆さんね、レスポンスお願いしますということで、うん、この番組ラジオアーカイブを YouTube の方で、掲載しておりますので、こちらの方にコメントの方をお寄せくださいませ、はい、リクエストもお待ちしております。それでは皆さん、今回も P さんと田本直弘でした。最高の週末にしてください。バイチャバイなら。